兄弟たちよ、私たちはみんな、このカナンの女と同じように、イエス・キリストに近づいてきますよね。私たちがみんな、その異国から来ています。私たちの世界は、あまりキリスト教的な世界ではないんでしょうね。まあこれは具体的に言えば、おそらく私たちの中にはね、たくさんの兄弟の家族は、実家は、やっぱり、信者でない人ですね。多い。あるいは主人か奥さんかね、洗礼を受けてないということですけれども、それだけではなく、やっぱり、キリスト者であっても、家族全員は、キリスト者であっても、私たちの態度、私たちの昔の態度、キリストに出会うまでの態度、そして今日、キリストが私たちのところを通っておられますが、私たちが、ある意味で、お金のこととか、仕事のこととか、人間関係とか、やっぱり、ある面で、きっと、異邦人のような態度を表していますね。心があんまり、新キリスト者のような心まだなっていないよね。完全に言えばね。やっぱりまだ、あるところでは、私たちが偶像を拝んでいます。偽神はね、嘘の神を拝んでいますね。自分の名誉、自分の体とか、成功とかね、いろいろ。だから、そういう意味で私たちがこの女と同じように、だからこそ、私たちの娘、つまり私たちの魂は病気です。私たちの最も深いところは病気です、兄弟たちよ。患っていますよ。死にかけています。じゃないんですか？自分の人生を見ましょう。今の私たちの状態を見ましょう。あるいは、具体的に言えば、やっぱり、本当に息子か娘か、主人か、その関係か、もう本当に死にかけている。もう本当にギリギリんですよね。もうね、ものすごく強い、激しい病気に患っているんですよね。だからそれぞれが、自分の状態を見たら、この女性に、かがむことができます。この女性が私たちのイメージですね。ですから、キリストが今日、この福音を通して、弟子たちと共に、教会と共に、私たちのところに来てくださいます。で、私たちはただ一つの態度を表す必要があります。この女性の謙遜な態度。自分には権利がない。私には権利がない。あなたには権利がない。けれども、神は私たちを作り、神は私たちよりも私たちの状態を心配しています。御父が私たちよりも私たちの状態のことで苦しんでいます、悩んでいます。私たちは笑んでくださいます。私たちのことを心に留められているから、私たちにはこの権利があります。自分には、自分の態度、自分の行い、などによるの権利が一つもない。罪人ですから。私たちは本当に、異邦人のような感じですね。相手を裁いたり、文句を言ったりするということで、やっぱり私たちが、もう本当に神様の前に、キリストの前に、なんか資格とか権利を表すことはできない。見せることはできない。何もない。汚れているものであるが、神は罪人を愛しています。神が私たちをそのまま愛してくださるので、兄弟たちよ。私たちには、この神の愛の権利を持っています。権利といえば、やっぱり、その確信。キリストが私のために来られています。
この女性はこういう考えを持っている。この方、このダビデの子、このメシア、この特別な方、救い主と言いましょうか。彼女がなんとか分かった。なんとか、イエスは自分とその娘のための唯一な、最後の唯一な希望であるということを分かり、彼に近づきました。主よ、憐れんでください。そしてキリストが、私がちょっと待って、イスラエルの人たち、まず彼らのために来られているよって言うと、彼女が、その通り、神様。その通り、イエス。よ、その通り。このその通りは、自分には資格がない、謙遜な態度を表す。あなたもこうでしょうか？私には、こういう謙遜な心を持っています、ありますか？その通り、主よ。私を許すために、私には、なんか理由がない。私があんまり、今まで、こういう面で、この娘のためには、この娘、この問題のある状態、この問題のある子供、この問題のある私の魂のためには、何もしていません。逆に、その娘である私の魂、息子、娘、主人、奥さんなどのために、逆に私が悪を行いました。だから本当に私には何にも権利がない。権利が一つもない。にもかかわらず、あなた、ね、子供たち、お父さん、お母さんと子供たちの食卓から、時々パンくず、落ちるんですよね。だから、子犬である私。子犬は、まあ、柔らかい言葉ですけれども、やっぱりユダヤ人にとっては、犬が違法人。権利のない人たち。イスラエルのために属してない人たちのイメージね。こういう風に呼ばれていた。あの犬たち。と言ってたら、違法人。イスラエルでない人。イスラエル人でない人。ね、彼女が、私は子犬です。私は、子犬ですけれども、そのイスラエル、その共同体、教会の元に行きます。ひざまずきます。本当に私には権利がないだからひざまずきます。謙遜の最後のもの、最後の場所を取っています。こっちにいます。本当に最後の最後の、権利のない人の、この状態を認め、そして私にふさわしい、私に、ぴったしの場所にいます。つまり、ひざまずいて、キリストの足元にひざまずきます。ひざまずいています。私が本当に共同体の中の一番最後のもの。私がその食卓に、感謝の祭儀の食卓、その祭壇に近づくのも、資格がない。けれども、元にいます。ひざまずいています。その食卓の下にいます。この態度。あなたが娘愛しているんか。あなたにとってはこの娘、この具体的な娘、具体的な息子、主人、奥さん、その人間関係は大切ですか。あなたの魂の救い、今、あなたの魂、あなたの心、肉欲、性欲、その奴隷されている、あなたの心。そしてあなた自身。大切ですか？続きたいんですか？まだ罪を犯したいんですか？そうじゃないでしょう。もう本当に圧迫されているでしょう。もう疲れています。この人を裁きたくない。文句を言いたくない。もう疲れていますよ。そうだったら、ひざまずいて。本当にへりくだって、砕かれた心を持って、主よ、憐れんでください。このパンくずを、一つだけでも、私がもらいます。なぜかというと、その感謝の祭儀のパン、であるクリストの体の一番ちっちゃな部分、そのパンくずが、私を救うことができます。私の娘を癒すことができます。なぜかというと、やっぱり、キリストはそちらに完全にいらっしゃる。彼の復活の
力界の死と復活の神秘、私を許すのできるパンクーズであるから、イエス・クリストはこちらには、こちらには、信仰がある。これ信仰、異邦人の中にある信仰よ。ものすごく強い信仰、イザエルにない信仰だから、一番最後のもの、一番謙遜なもの、自分の事実を認めるものには完全な信仰が成長し現れます。そしてその信仰によってクリストに全てを委ねることができます。この娘を渡す、この状態を委ねる、この私の心、汚い汚れている心、考え、全てクリストに渡すことができます。そしてクリストが自分の全てを与える、そして私たちを許す、そして私たちには彼の命を与える、そして私たちも娘も復活する。謙遜は唯一な道です。